せーの、がんばれ。よーみんな、学園ハンサムの時間だ。今日はついにラスト、シガリータシンゴリファこと、シガシンゴこと、シガリータシンゴリファだ。さあ皆さんご一緒に、せーの、レッツハンサム。あ、レストラン間違っちゃった。よし、やってきた。ラスト行こうか。和食どころ、ディアハー。シガ君どんな感じのストーリーなんだろうね。いらっしゃいませ。あの、すげえ真面目な、声優の人って変わってないんだよね、これは多分。ハウルの動く城さんのままだったよね、きっと。ハウルの動く城さんっていうパワーワード。焼き魚定食一つ。かしこまりました。なんか違和感なんだけどすごい真面目な志賀くんに違和感なんだけど、死ねとか黙れって言ってほしいわ。言ってほしいわっていうのも変だけど。お待たせいたしましためっちゃ丁寧じゃん。あ、すげえうまそうだな。お、すげえうまそう。普通に食べてえな、焼き魚定食。まあ、結果的にまずいんだろうけど、うまそうだな。うまい。あ、うまいんだ。やっぱり日本人は和食だよね。あ、うまいルートってあるんだね。今までなんかさ、見た目美味しそうでも全員結果的にまずかったみたいな感じだったじゃん。あれ、うまいルートあんだね。そうだ。この時間ですが、ご注文はありますか。まあ別にそこに関しては触れないどくわ。ラストオーダーのところは触れないどくわ。え、もうラストオーダー？まだ夕方なのに。あ、夕方、なんかこの雰囲気のお店って夜になんかお偉いさんが来るみたいな感じありそうだけど違うんだね。早く店を閉めて猫ちゃんと戯れたいので変わってなかった猫ちゃんと戯れたい、すげえいい、そこ好きだわ。これからの時間が書き入れ時なんじゃない。それは分かっていますが、猫ちゃんが好きすぎて最近は日に日に開店時間が短くなっています日に日に回転近く短くなってんだ。猫ちゃんに夢中すぎて包丁の握り方も忘れつつあるし、このまま近いうちにこの店も潰れて路頭に迷うかもね。で、ああよかった、バカで。よかった、バカで。丁寧で真面目だから意外としっかりしたルートかと思ったら、よかった、バカで。てへじゃねえ。せっかくの料理の腕前がもったいないぜ。確かに料理の腕前ね、上手い人いなかったからね。猫ブログ閲覧の楽しみを思えば料理なんてクソくらいだねどうした、そんなに料理嫌いなのか。そんな、せっかくいいお店を見つけたのにどうにかならないかな。君が作ってみたらどうだ。あった、出たよ、グルメ時代。要はグルメ時代で有名なジロー。は、あなたは確か先日誕生日を迎えたジロー。通りすがりのグルメ評論家、ジロ、この店を救いたいなら自分がここで働いてみるのはどうだ、はいはい、一流の料理人と一緒に真の美食をなんかいつもと違うこと言ってるから。こんなおしゃれな経験他にない。なんかいつもと違うこと言ってるような感じない。要はグルメ時代って言い出したらカットするわ。いいな、それ。俺が代わりに料理作ってくれ。それはやだな。いや、無理でしょ、学校もあるし働く暇なんてないよ。来るぞ、要はグルメ時代。ボーイ、知らないのか、昨今のグルメブームによって新たな訪日客が多い。最高の美食を。要はグルメ時代を言わない。3ヶ月のグルメ休暇が与えられるようになったこと。ちょっと待って、俺要はグルメ時代っていうワード待ってたのに。つまり学業なんか気にしないで思う。あ、もう求めてない。そうなの。そうだぜ、これはもう明日からの和食の魔術師としてデビュー決定やな。もうここでみんな関西弁になるよな。まあここは普通に働くでいいでしょ。わかりました、私このお店を救ってみせます。そう来なくっちゃ、早速明日から働いてくれよな。一緒に世界一の料亭目指そうぜ。ああ、まあまあまあ、お前が猫ちゃんへの関心をちょっと薄くしてくれれば目指せるけど。なんかさ、これ本格的に料理うまいやつと組んでる感じだな。こうして僕たちのグルメに情熱を燃やす日々が始まった。ここでセーブするかお前俺恨んでっからな。要はグルメ時代って言わなかったジローに関して、要はグルメ時代を言われ、ジローはもうジローじゃねえからな。要はグルメ時代って言ってほしいもん俺。今回のこのレストランで一番好きなの、要はグルメ時代っていうジローだもん。何回要はグルメ時代って言ってんだろう。さあ、新しいメニュー考案みたいな感じのルートかな。また今日からついに料理人ライフがスタートだ。張り切っていくぞ。もうなんか雰囲気が違う。なんてなんて今俺の名前のことなんて言った。てって言わなかった。ちょっと
これちょっともう一回聞いてきていい？もう一回聞いていい？おはよう。やっぱりやっぱ手って言ってるよね。絶対手って言ったよね。もう一番今までで適当だな。そういえば志賀さんは何歳なんですか？17だ。あ、ここの年齢はみんなと変わんないんだね。 17？ 僕と同い年か。なぜ板前になろうと？3年前に何かの手違いで板前の専門学校に入って、気づいたら料亭を経営してた。そう、流れだ。しっかりしてるね。なんか3ヶ月前とかじゃないんだね。でも何かの手違いって、それが一番気になるけど。流れ。でもすごい腕前だし、今まで努力してきたんだね。美味しい料理がタダで作れるとめっちゃ楽しいからな。無意識のうちにのめり込んで上達していった。いいじゃん。まあ最近飽きてきたけど。そこそれいられえだろ。余計な一言だな。そうだ、この人は最近料理に飽きてるんだ。僕が何とかしてモチベーションを保たせなきゃ。うん。さて、もうすぐ正午だし、そろそろ閉店するか。正午で？おいおい、嘘だろ。志賀くん、志賀くん、さすがに早くないか。まだ午前中だろ。何時から営業してるか知らないけどさ、客来たのかこれ一人でも。夕方以降、もうだったら夕方以降のみ店やれや。え、早すぎるでしょ。せめてランチタイムは店開けとこう。でも猫も見たいし、最近包丁の握り方も忘れつつあるし。その包丁の握り方忘れるアピールいらねえんだよ。これはいけない。志賀くんに料理の仕方を少しずつ教えなければ。何から教える？魚のさばき方、鍋を火にかける方法、2ステップ教える必要ある？ワンツーの2ステップ何？踊る？いやでもな、どうせやるなら見てみてえな。2ステップ、ワンツーワンツー、そう、そのリズム感、それこそが2ステップ。できた、2ステップ。これでブロードウェイも夢じゃない。料理してない、何にも料理してない。今日は一流レストランに少しはつけたか、近づけたかな。うん、ごめん噛んじゃった。この一言を言う主人公が一番サイコパスくせえわ。なんでワンツーステップで一流レストランに近づけたと思ってんだよ。セーブする。でもな、未だに求めてるわ、二郎がグルメ時代って言ってくれるの。はい、オッケー。これ一瞬カチッと映るの好き。一回消えてからまたシュッて映るのがちょっと好き。さあ、ここもなんかさ、分岐に3回ぐらいあったよね。今日もいい天気だな。張り切っていくぞ。おはよう。短いんだよね、志賀くんは俺の名前を言うとき。ため息レベルだったけど今。いや、今日は春の期間限定メニューを考えようと思う。めんどくさいんか、俺の名前言うの。そうか、やっぱり季節限定だから旬の食材を使いたいよね。確か今が旬なのは、お、ガム。見たい、ガム見たい。金目鯛は、まあ多分これ金目鯛って多分さ、本格的にちゃんとやる感じだな。ガム見ていい？ガム見よう。ガム、そういうのもあるのか。早速ガム盛りだくさんの料理を作るぞ。盛りだくさんにはしなくていいけど、これ見せてくれんのかな。できた、ガムの佃煮とガムの味噌汁とガム混ぜ込みご飯。ああ、本当に作ってる。いや、もはやガムだけじゃねえじゃん、アポロ使っちゃってんじゃん、チョコレートアポロ使っちゃってんじゃん。うわ、本当にこうガムだ。ガム味噌汁に垂らしてんな。だし、あ、だし二乗になってんな。このご飯が若干ピンク色なのってガムを混ぜ込みしてるからかな。かん、全然言えてねえ。ガムがなければめっちゃ美味しい。ボツになった。まあでしょうね。まあでもあのガムの作品を見れただけでいいとしよう。だからそのさ、危ねえ発言すんなよ。一流レストランに少し近づけたと思うな、おめえは。ここでセーブするか。この主人公がサイコパス発言してからの二郎の登場って、はい、オッケー。消えてからの出る、はい、オッケー。
天下一武道会来た。何回も天下一武道会って言っちゃう。今日もいい天気だな。張り切っていくぞ。おはよう。おーい。見てくれ。今朝、店の前にこんな張り紙が。もう多いお茶湯レベルの言い方だったな。はっ、天下一レストラン選手権 ?2 週間後にこのバラモンストリートで開催されるそうだ。超セレブ、ユウ様主催の大会。これで優勝すれば店の名を世界に轟かせたも同然。まあでもこれはさ、結局説明一緒なんだよね、みんな。なんだって、それは参加しないわけにはいかないね。今回のテーマはズバリ、青春の味。料理人の技術を持って、鮮やかな料理さばきで青春を表現せねば。めっちゃふわっとしてる。でも、やるしかないよね。せやねん。頑張ろうぜ。本当にやりてえのか、お前。やんなきゃいけねえんだよ、みたいな言い方すんなよ。わあ、なんだかすごいことになってきた。頑張るぞ。今日はこの店がもっと人気になるために何をすればいいかを考えたい。うん。何が必要だと思う？何が必要だと思う？ホームページを作る、 CM を流す。あー、これどっちなんだろうね。ホームページを作る CM、 まあまあまあ広告、もう YouTube の広告みたいな感じで CM 流せばいいじゃん。絶対みんな見るよ。なんだこいつって思うよ。ホームページ作るって言ってもさ、ホームページ自体を知られなきゃいけないからね、そもそも。あ、そっか、ホームページ作ってから CM を作るっていうのが、まあ流れ的にはしっかりしてんのかな、今だと。なんだか基盤が、なんでこんなに和食どころディアハーンについて俺考えてんだ。まあとりあえず CM でいいだろう。お店の存在をアピールする CM を大体的に流せば知名度が上がって客も増えるはずね。そんな金ない。マジレスはやめようぜ。あ、そう、嘘でしょ。適当、え、ここでセーブするか。こんなに空気悪く終わることあんだね。絶対にこのストーリー1回目無理だろ。ガム作ったしさ、何してんだろうなこいつら2人。今日はお休みだ。いつもと違うお店でランチを食べに。ああ、これはあれだから、ちょっとはもうここはね、いらっしゃな。お待たせしました。ダージリンとヘルシーハムサンドだよ。あ、うまそうなメニュー。でもこれゴミクソまずい方だろ。うわー、普通の味。それにしてもお店のインテリアがクソおしゃれですね。あ、なんか変わってるんだね。ちゃんと練習してる。奇跡の普通の味を得てるんだね。そうだろ。世界各国から取り寄せたクソおしゃれインテリアがこの店をおしゃれたらしめてるんだ。へえ、素敵だな。料理だけじゃなく雰囲気にも気を使ってるお店っていいよね。もしかして今働いてるお店でこっちより働こう、ぺったったぱぱぱぱぱぱぱ、働かないと思ったけど、やっぱり僕は今の店で頑張ろう。じゃあな、バイ。さあ来ました、栄光への駆け足。もう次で終わりか。これの次の次で終わりか。よし、今日も頑張るぞ。おはよう。ねえ。すげえやる気ね。というかさ、志賀君と出会ってから今のところ何もしてない気がするんだけど。ねえ、うん、今日は店を閉めて明日のお料理選手権のための準備をしよう。おお、いいねいいね。俺の得意な魚料理をいっぱいフューチャーしてみた。魚の煮付け、うん、お刺身、そして白米と味噌汁。でも結局これがなんだかんだね一番美味しい感じするからね。あ、いいじゃんいいじゃん。急に絵になったけど、急に絵になったけど、まあいいじゃんいいじゃん。とってもシンプルでありがながらなんだか懐かしい普遍的なお料理だね。なんかごめん、なんかすごい今日噛んじゃうわ。そうなんだ。だけど何かが足りない気がする、うん、隠し味とかそんなんじゃない。もっとエターナルな何か。なんだと思う？何かエターナルな何か。エターナルってワード好きだなお前。ファンシーさ、過激さ。あー、なんだろうね。普通だから過激なのがいいんじゃない。もうちょっと過激さを加えた方がいいんじゃないかな。そうだ、過激さが足りないんだ。よし、明日はこのメニューに毒を盛るぞ。そういう毒、そういう毒とかじゃなくてさ、そういう過激じゃなくてさ、違う違う、伝わってねえな俺が言いたいこと。審査員殺すのかよ。
結局何も足りなくないということで落ち着いた。ほう、明日に備えて今日はゆっくり休もう。おやすみ。また店早く閉めたんだろ。何もしてねえ。もう絶対無理だ。この二人で正直出会ってから進歩どころか退化してんのか、こいつらのなんか料理が。明日のことを考えるとドキドキだな。でも寝なきゃ。おやすみ。もうこいつバカだろ、主人公。ここです。さあ来た、ファイナルレシピ。でもなんだかんだね、どういうストーリーになっていくかわかんないからね。今日はいよいよ天下一レストラン選手権の日だ。必ず結果を残さなくちゃ。来ました。皆さん、今日はよく集まってくださったわね、うん、今日はこのバラモンストリート最高のレストランを決める日。制限時間は90分。その中であなたたちのとっておきの料理を作ってください。審査員はこの私よ。でもユウやっぱ可愛く見えてくんな。観客もたくさんいる中であなたたちの究極の料理テクを見せつける晴れ舞台よ。さあ全力を見せてちょうだい。ちょっと間があったね、ユウちゃん。来た。ついにこの時が来たな。来たね。俺たちの底力を見せる時だ。おー、一丁前のこと言ってんな。そうだね、悔いのないよう頑張ろう。いけるか。まずは用意してきたアジを焼いて。あー、アジ忘れた。もうこのセリフだけでも面白いのに、それ言い方もさらに面白いよ。志賀くん、この秘伝のタレに塩を足して、あ、あ砂糖入れちゃった。やばいかも、やばい、ちょっと俺ダメかもしんない。この流れちょっと好きすぎて、やダメかもしんねえわ。志賀くん、あー醤油と牧場間違えた。経営するラーメン佐藤です。誰だよ。惜しくも優勝を逃しちまったな。まあ俺には猫ちゃんがいるから何にも問題ないな。マジかよ。こうして志賀くんはただの猫ちゃん大好き野郎に逆戻りした。料理人としてこの先頑張る気は特にないようだ。というわけで僕も普通の高校生に戻った。短い間だったけど楽しかったよ。じゃあな、志賀くん。面白かったからよし。さあこっからやり直そう。もう2ステップの時点で間違ってたからな。鍋を火にかける方法と魚のさばき、まあ、鍋を火にかける方法じゃなくて魚のさばき方だろうな、これは。包丁がなんだかつてだから。といっても僕もわかんねえからネットで調べながら教えよう。そうそう、そうやって包丁を斜めに入れて、あ、なんか良さげじゃない。ありがとう。魚のさばき方を思い出したよ。魚さばくの楽しいな。明日から魚フェアや。あー、いいじゃんいいじゃん、いい感じになってるじゃん。やったー、魚最高。店の人気どけー。このルートは確実にいいルートだ。そんでここはガムじゃなくて金目鯛で行こう。金目鯛か、ガチだ。よし、早速作ってみるぞ。いいじゃん、魚のさばき方教えて金目鯛を作らせる。いい、かなりいい気がする。できた。金目鯛の煮付けに金目鯛の味噌汁。おお、ああでも、まあそうだよね、そうよね。そんな写真で急に来るわけないもんね、もう絵だよね。まあいいんじゃない？いいんじゃない？適当、適当だな。ペイントで描いたのかな？味噌汁にもちょこっと入れてさ。悟空なのかお前。うめー。やっぱり春が旬といえばタイだよね。タイ最高。よし、これを春の一押しメニューにするぞ。いい、はい。ブラボーブラボー、シガボーイ。ここじゃあホームページにすればいいってことなのかな。 CM なんかお金がないみたいなこと言われたもんね。やっぱ時代はネットだよな。うん、最高のホームページ目指すか。いいじゃん。よし頑張ろう。じゃあまずトップページに載せる写真撮らないとね。料理の写真とか板前の写真とか、まあ料理自体はうまいからね、それ写真載せればかなりいい気がする。ただの写真では集まらない。
かっこいい写真を撮らなければ。あーすげえ嫌な予感すんな。え、それってどんな？よし、外に出よう。外に出るの？あ、やっちゃった いろいろ腹立つなこの絵いろいろ腹立つ絵だなこれ何を勘違いしてんだこいつはおめえはときめいてんじゃねえよ。我が名は和食界の貴公子志賀慎吾、この姿目に焼き付けよ。いやもう純粋に絡んじゃいけねえやつじゃんお前。もうなんだパシャって かっこいい。スタイリッシュ食堂として知名度が上がった。ああよかったんだ、よかったんだね。これでラストかな。選択肢はさっき過激さ選んだからファンシーさの方で行ってみる。毒漏れって言っちゃってたからな過激さだと。そうだ、ファンシーさが足りないんだ。刺身を全部ウサギさんの形に切ろう。これで明日は優勝間違いなしやで。ウサギさんか、かわいいじゃん。最後語尾腹立つな。ああ本当だ、ウサギさん、うわウサギさんだな確かに。ウサギさんに切ってる。なんかやだ、綺麗に並べた方が良くない？なんか適当にバラバラに置いてるに見えるけど。せやな。これ良かったのか？明日に備えて今日はゆっくり休もう。おやすみ。うわ分かんない、ちょっと分かんないね。でも多分これ完璧だよね、一応今のところは全部。観客もたくさんいる中であなたたちの究極の料理テクを見せつける晴れ舞台よ。さあ全力を見せてちょうだい。なんか晴れ舞台よの後なんかちょっと声入ってなかったか。さあ行こう。ついにこの時が来たな。来たね。俺たちの底力を見せる時だ。2周目だ。そうだね、悔いのないよう頑張ろう。忘れるなよお前メニュー。できた、お味見してくれ。おお来た、もう早速この時点でストーリーが変わってる。めっちゃうまい。もう完璧って感じだな。残り時間は半分以上ある。あとは踊るか。ツンドコツンドコツンドコ好きだね。お審査タイムよ。どんな料理を作ったのかしら。おおおお、もう終わりなのかなこれで。懐かしの田舎風焼き魚定食です。あーなんかそれっぽく言ってる。いい、資格いいよ。もうこの言い方の時点で評価高いよ。あ、いいじゃん。結局最初のメニュー作ってる感じするけど、一番最初に出会った頃のメニュー作ってる感じするな。これキヨキヨシの存在いらなかった説あるぞ。これはめっちゃうまーい。素朴でありながらも存在感のある味付けでふるさとの思い出が鮮やかによみがえってくる。和食界の革命児や。コメントめっちゃうま、コメントうま。ゆうちゃんの用意されてたかのようなコメントを。優勝を発表します。優勝は和食どころリアハーンの私学。オッケーオッケーオッケー、確実な優勝だったね。実力が伴ってる。やったー、やったな。ブロードウェイの切符を手にしたぞ。これからも俺のパートナーとして一緒に羽ばたいてくれるか。吐きそうだったのかな今。しかもブロードウェイの切符手にする人ないんで別に。もちろんどこでも行くでー。こうして僕たちは優勝を収めた。僕は味見しただけなので正直いなくてもいいんじゃと思ったけど気のせいだよね。これからも頑張るぞー。エンド、終わったー。ついに全て終わってしまったー。いやいいね、ちょっと番外編的な感じで。楽屋さんのこれ番外編だよね。としてすげえ楽しかったな。ハウルの動く城さ、終わった。あれこんな絵あったっけ、あれこんな絵なかったけど、あれ俺やってねえのか、どっか。めっちゃ気になってきちゃったじゃん。なんで最後にしてこんな絵あったか。俺一応今全部のルートやってる気がするんだけどな、しっかり。なんで最後気にならせて終わるな。あの画像一枚のためにもう一回やろうか迷ってる俺がいるな。アンドユーくそー、どうしよう。あの一枚をどういう展開でやったらあの一枚が見れるのかやりてえ。エンディング5、あなたの全てが愛の味。かっちょいいな、一丁前にかっこいいタイトルつけやがって。これは鍋を火にかける方法にしてまたルートを変えればいいのか。それはさすがに知ってる。
おい、これ本当に大丈夫かよ。違う気がすんな。優勝を発表します。やったな。見れない、これも見れない、このルートも違うのか。くっそー。あ、まずは2ステップだ。来た、これ来たんじゃない、これ来たんじゃない。これは2ステップ。なんだ、ジローまで来てる。そして6ステップ。なんて素晴らしいステップなの。志賀くん、なんて綺麗のあるダンス、まるで本番にいるみたいだ。ここからが本番です、ブレイクダンス。あー、来たー、見れた見れた、やったなんて鮮やかなんだ。しかもここまで一切料理道具に触れてない。今までの練習の成果を存分に発揮してる志賀くん、最高。勝ったのか。優勝を発表します。優勝は和食どころリアハーンの志賀くん。何もしてねえぞ料理。やったー、やったな。ブロードウェイの切符を手にしたぞ。あ、これは完全にブロードウェイの切符手にしてる。こうして僕たちはダンス甲子園で優勝を収めた。だけど僕たちのダンス道は始まったばかり、これからもっともっと上を目指すぞ。エンド。あ、違うルートのエンディングになった。あー、見れた、全部見れた、やったどんだけハマってんだよ。